明治安田 J1、鹿島、横浜 M、1日、国立競技場。オリジナル10、同志の一戦を前にレジェンドが揃い踏みだ。横浜 M の OB で元日本代表の木村和志氏、65、J リーグの日、特命アンバサダーを務めるラモス・ルイ氏、67、がスタジアムを来場。鹿島のクラブアドバイザーのジーコ氏、71、とともに報道陣への取材に応じた。 現役時代はクラブで背番号、10を背負ったサッカー界のレジェンドの3人。巧みな FK でファンを魅了してきたが、最近は FK を直接ゴールに叩き込める選手が減少していることに、それぞれの思いを述べた。ジーコ氏は、昔のように、今は FK の練習をあまりしていないんじゃかなと思うとサッカースタイルの変化を指摘。自身が日本代表監督だった時代を、 練習が終わった後に中村俊輔選手や遠藤康人選手は結構セットプレーの練習をしていた。それもあって、たくさんのゴールを代表の時に決めてくれたのかなと思うと振り返った。ラモス氏は、ジーコさんは技術があっても、練習が終わって50本以上、FK を蹴っていた。カズ氏もそう、今の選手は技術もないのに練習をしないで。 決められるわけがないと辛口のコメントで笑いを誘った。FK は練習量が生きてくるかという問いに木村氏は、何でもそうよ。練習せんよ、最近の子は。だと思うよ。わしも練習で蹴りすぎて、だから足が動かんようになったと FK の名手が少なくなったことに苦言を呈していた。